30日日日本時間31日大リーグパドレス、ドジャース、サンディエゴ。ドジャースの大谷翔平選手はパドレスとの2連戦初戦に、1番 DH で出場。5回にパドレスの松井裕樹との対決が実現し、空振り三振に倒れた。2人の対戦は MLB では4度目でこれで4打数2安打となった。 松井は先発したナックルボーラーのオルドロンをリリーフして登板。この回先頭だった大谷は初球ボールの後、スライダーを空振り、ストレートを見送ってカウント1、2と追い込まれ、最後は外角への140キロスライダーにバットは空を切った。いずれも低めを攻められた。これがチーム109試合目で48試合目の登板だった松井はその後スミスを浮き、ラックスを空振り三振に仕留め、 一イニング無失点で降板した。同じナリーグ西地区でシュイドジャースを追う中、意地を見せた形だ。大谷は一回は子球を選び、4試合連続で28個目の盗塁をマーク。二回は中飛だった。